はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館はファミリー対ドラえもんギガゾンビの逆襲4回目。今日からね、のび太くん活躍するか、今のところ何も謎のストックがないです。はい、つうわけでね、今日もまた電源が入ってる状態から始まってるんですけど、はい。で、今回は勇気18でも、のび太くんは0、あ、1かということでね。あ、そっか、データ移しときゃいいのか。まあいいや。でなんか適応灯とかいろいろもあったけどさ、なんか前回全然チェックしなかったけど、ここだよな問題は。なんかここに使えんじゃないの、使えないのかな。適応灯とか、適応灯じゃねえや、でこれ適応灯を使うとかさ、何もできないのか。あ、これ、あ、乗れるのか。乗れるだけでいいのか。え、いきなりワープ、え、そっちで使うのえ、よくわかんない。まあいいや、これ、あれあれ、え、どういうこと。一気に潜水艦に乗っ、まあいいや。ようこそ、ここは海底の国、ムー連邦の首都です。ムー連邦首都、はい。ポセイドンが復活して新しい祈願城を作ったそうです。いやー、そうですか。この町はアトランティスの敵兵隊に敵兵たちに包囲されていました。あ、しまいました。なるほど、包囲ね、包囲です。海底を救った勇敢なバギーのお墓にはもう行ってみましたか？行ってないです。北にあるウーの町からさらに北に登ったオーターの町にあります。ぜひ行ってみてください。ちなみにあったら、あ、いや、ごめんなさい、嘘でつきました外にいる敵兵はすごく強いぞ。まず神殿へ行ってみた方がいいと思うよ。神殿っていうか、全然こっちのやつだと話しかけてない。こう来てるからこっちか、この辺か。祈願城を調べに行った調査隊は誰一人帰ってこなかった。調査隊にはエルも加わっていた。あー、でももうパーティーメンバー3人揃ってるから、多分エルは確か関係なかった、パーティーには入んないんだよね。太平洋の海の底までよくおいでくださいました。ねえ、ポセイドンが復活したって本当なの？嘘だよね。本当だよね。プレイしなければ復活しなかったのに。首相たちは神殿で会議を開いているところです。はい。で、海底のずっと北の方にポセイドンのいる祈願城があるらしいわ。ということで、北の方に行ったり、なんかいろいろするみたいですね。はい、ということで、あとは建物内、これか、うん、うん、うん、何もない。いやいや、開けないでくれよ、そういう家は。ポセイドンと戦っていただけるの？いえ。そうですか、悲しいわ。ポセイドンと戦っていただけるの？はい。嬉しい、頑張ってください。どっちでもいいよ、もう。戦うよ。ここはドラ焼きと道具を交換するところだ。交換するかい？ミニミサイルいっぱい入った特用ドラ焼き、スーパードラ焼き。毒キエール。なんか全然アイテム変わらないな。でもそろそろ毒がいろいろこう出てくる可能性はあるよね。あれ、ここ来たっけ。
あれ？これ見たよね。これ見たよね。誰もいなかった。ということで、そういえばさ、装備。これはあれか。なんだっけ。美代子さんだっけ。美代子さんの持ってた装備をまんま引き継いでんのかな。ここはナバラの神殿です。うん、今の私たちにできるのはナバラの神に祈ることだけです。ほう、うん、なんか泥棒してるような。竜神の剣が見つかった。スーパードラヤキが見つかった。なんか同じことの繰り返し。間違えた。ポケットに入れようとしたんだよ。そういえば今んところ一回も相談使ってないな。まあいいや、なんとなくまだ相談することがないんだよな。なんか特に困ったことがないんだよね、今んところ。あれ、ちょっと待って、これ以外向こう左の方は全然。このフロア、エルが行方不明なんです。ああ、心配だわ。無事だといいんだけど。ようこそ陸上の方々、知らせを聞いて奥の部屋で首相がお待ちです。首相なんだ、王様とかじゃないんだ。よいか、一回しか言わんからよく聞くんじゃぞ、ご本。町が攻撃を受ける前にポセイドンを倒さねばならぬ。そうすれば敵兵は動くことができなくなる。この反対側の部屋から地下道へ降りて行けるのじゃ。向こう側に出られるぞ。首相、お久しぶりです。全然覚えてない。よく来てくれた。君たちの力を貸してほしいのだ。以前君たちによって破壊されたはずのポセイドンが蘇って、気がついた時はこの町はもう敵兵に囲まれていたのだ。調査に行ったエルたちからの連絡も途絶えた。エルはポセイドンに捕まってしまったんだ。助けに行かなくちゃ。決めつけんなよ。一回しか、いやいや、何回も言うのね。はい、もういい。言うなら言うでいい。で、こっち側には何があんだ。転ばし屋、ナバラの鎧。だ、鎧にさ、盾のマークがついてるのがちょっとやっぱ気になるな。気になるな。お、あれ、これか。違う。
ダメだ、全然弱っち。多分しばらくのび太が死なないように、ただ2人でボコボコに相手を倒すっていうパターンなのかな。この神殿に素晴らしい剣と鎧が隠されていると聞きます。もう取ったような気がするけど、あれを隠されてると言っていいのかはわからんの。でここから、これはどっちがどっちなんだ。これ敵が出てくるのか。サメの歯、ちょっとサメの歯って何ですか。我慢は減るけど力が増えるのか。そっか、ん、いいんだ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 。これのび太くんにあげよう。両方とも上がるもんね。よし、まあいいや、なんかめんどくさい。早く敵、あれ敵出てこないな、ここ本当に敵出てこないのかな、いいのかな。脅威のエンカウント率、とりあえず全員同じやつにしといて、あ、1回で倒せんじゃん。のび太に攻撃がいかなければ一気にレベルは上がるのかもしれない。よし、ああ、これこれこれ、ドロンパドロンパ、もう昔のドラえもんの秘密道具もだいぶ記憶からこう薄れてるな。のび太の攻撃は全く意味がないんだけど、気分的にはわあ、のび太いきなりやられてるよマジかマジか、しゃあないなこれは参ったな。のび太を、防御にしておけばいいのかな。今はどんな感じな、これ確か0じゃなくて1なんだよね。よし、これでいいや、このまま残しといて、まあ、多分防御もあんま意味ないんだよな。多分もう攻撃がもう貫通するかのごとく、ひどいひどいよひどいよ。だってこれ回復してもさ、どうせ一撃でやられるんだから回復する意味がないよね。だからこれで1に戻ったところで戦い、あ、毒だ、毒だ。ちょっと毒やばいな。毒ってずっと効いてんだよな多分。毒はちょっと一回町に戻りたいな。あいつまで毒向きのアイテムって持ってたっけ。よし、どんどんレベルが上がる。道具違うな。ポケット、毒消える、あった毒消える、はいはい、大丈夫、これでしばらく大丈夫。うん、あと2個あったもんね今。のび太くんガン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 、意味なかった。あ、倒した。すげえ。倒したのにレベルが上がんない。
爆弾はいらないな。そっか、のび太くんに今アイテム使わした方が攻撃系になるのかもしれないけど、よし上がれ、上がんね。ナバラの冠、はあ、ナバラの冠はドラえもんにあげます。おお、魔法の帽子はのび太くんにあげます。間違えた、下でいけるのか上でいけるのか、あ、1しか変わらない。よし、よし、どんどんのび太くんが強くなってくよ。いいね。やばい、今回のび太くんが強くなるだけの回にしちゃいかんのだよ。さすがにね、今まで3回でのび太くんだけど、この後は2回ずつぐらいでこう、これどういうマップだっけ。まあいいや、とりあえず右に。あれ、おお、のび太耐えた。う、いやー、まとめた方が良かったかな。そうだね、のび太はとにかくレベルが上がったら強くなるから、すくすく育ってくれ。ダメだ。しょうがねえな。ここダメだ。一個戻ろう。一個の前のマップでちょっとしばらくのび太くんがある程度使い物になるまで。のび太くんが使い物になるまでちょっと一回レベルアップしよう。ダメだ、防御防御のび太は。よし、1匹なら相手にできるんだけどな。よし、わかんねえ、全然わかんねえ。
あんまりこう、新しいレベルのキャラクターが来ることを、新しくレベルが1から始まるキャラクターが出ることをあんま想定してないような気がする、このゲーム。このバランスの作り方。なんか、美代子さんそのまま参戦の勢いだよな。レベル上げをして体力回復。のび太はいいんだよ、もう。まあ追いつかないとどうにもならないけど。やばいな、今日はなんかレベル上げで終わりそうでちょっとまずいな。でもちょっとこの、もう少しなんかのび太がちゃんと攻撃参戦できるようにしないと厳しいよね。今どんぐらいだろう、ダメージ。6か、あ、6。一応まあいいんだけど、6か。よし、あれ倒せないんだっけ。くわ、もう少しレベルが上がらないとダメだよね、多分。え、なんか毒食らった今。伸びた、ガンガンレベル上がるな。違う。あ、毒キール。これで2回でいけんじゃないの？わっ、つうか俺ピンチ、俺ピンチ。 けあの あれ ちょっと待って、レベルが上がってくれりゃいいんだけど。特用どら焼き食っとくか。まあ大して一撃には変わりなさそうだけど。やばいなあ、レベル上がんないね。レベル上がんないね。やばい、ちょっと眠くなってきた。まあ、ちょっと見とこう。イソギンチャクに伸びたらどのぐらいダメージを与えられるか。8か。ちょっとな、もう少しだな。だ、経験値で1万差があったらやっぱ差つくわな、そんだけ。
よし、伸びたか伸びたか。まあそりゃそうだ。いやーやばい、経験値上げばっかやってると眠くなるの法則だよ。これレベル上がるとちょっとまた変わってくるんだよな、景色が。やばいやばい、眠い眠い、ちょっとクラッとくる。レベル上がんないの。よしよし、おお、これでちょっと楽になるな。これでちょっと攻めに行けるな。だけ回復したけどまだ眠い眠いやばい眠い。よし、そろそろドラえもんのレベルが上がったぐらいにこういけばいいかな。待って、のび太のレベルって今何よ。 10か、なんかちょうどいい。あ、てかドラえもんと先がんでなんかレベルに差が出てきた。そっか、この前というか前回のボス戦の影響かな多分。あ、毒だ。毒はまだあるのかこれ。ポケットの中には毒消える1個しかない。間違えた、ソーダ初めて使っちゃった。使う気なかったけど使っちゃった。お医者さんカバン使えないの。よし、あ、これだ、これです、これです、これで大丈夫だ。よし、あんま気にせず行こう。毒が消えるなら大丈夫。よーし、伸びた。1か、1はきついな。しばらく防御だな。多分レベルすぐ上がると思うんだよ、これぐらいでいくと経験値が。よし、あれ倒せない。
よし。おお、ここで頑張られても、あれ、そっか、ここでドラのび太に秘密道具渡しときゃよかったのか。ちょっとアタールガン一回のび太に渡しとくか。そうだな、倒しちゃった。44もくら、あ、伸びたか。伸びたならしゃあない。よし、伸びた、どんどん成長するな。こういうの一番いいな。いや、あ、毒食らってた。違う。よし、はあ、初めて見るな。やばいな、ちょっとやばいな。つまりのび太に秘密道具持たせる案ってどうしたんだっけ。あ、しまった。そういえばもうあれだ、この前のところであった、元の町に戻るやつないから、ここから戻れないんだ一気に。当たり前のこと言って、当たり前のことは当たり前に話してしまった。やばい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 、やばいなこれ。まあいいや、ちょっと一回戻ろう。これ動いたら死ぬのかな。ちょっと待って、今毒で元気1だから、あ、元気1だと思う。元気1だと多分これ以上減らない。減らない。よし、これでいこう。いや、そうじゃないんだよ、使えばいいんだよ。ポケットからお医者さんカバン使えばいいんだよ。
はいはい。やばいな、ちょっと回復を、ちょっと待って、逃げる。ちょっと来すぎたな。一回しっかり戻りたいな。うわ、逃がしてくれよ。おい、ちょっと一気に緊張感が高まった。ちょっと待って、ここは2つ階段があるから、いや、これはいけるからいいや。やばいな。よし、ここだ。よし、よし、よし、回復。さて、やばいな、今日こっから出れないんじゃないの、この調子だと。やばいな。あ、そうだ、のび太に秘密道具持たせるって言って忘れてたわ。眠気が吸い取られないよ。違う、ドラえもんが持ってたはず。渡す、のび太。よし、あ、違う、階段こっちじゃない。いや、使うなよ。使うなよ。くそー、使うなや。まあ、M だ、お金とマジックポイントがドラ焼きってことかな。伸びたガンガン上がるね。うわ、あれ誰？だいぶ目が覚めたような気がする。まあいいや、ちょっとこれはちょっとのび太も使えるようになってきたかな。あ、また毒食らった。やべ、のび太が空振りだ。やばいなぁ、やばいなぁ、やばいし、ルーラ欲しいし、あ、リレミトでもいいや。思った以上にここが強くてちょっとびっくりだな。いや、なんかもう。やばいな。でも今日いっぱいレベル上げとかないと次回も、あ、やべ、同じことの繰り返しになりそうだしさ。もうや、まあ、始めたからには最後までやらなきゃダメじゃない。うわー、51だけど、伸びたパワーが足りなかったな。
68。だいぶ収まったかもしれない。眠気吸い取ってほしいわ、秘密道具で。あれ、これ前回やった？前回というかさっきやった？頑張っちゃったか。やばいな。眠い。やっぱり眠いわ。やばいなあ。伸びた怪我してる。レベル上げてやんなきゃ。レベル上げてやんなきゃ。いやー、また倒れてる。いや、伸びたは大丈夫。伸びたはできる子。わあ、伸び。こいつ。全然つながりがないんだな、あの配置で全然違うマップに出るってことは。伸びた。伸びた。伸びちゃん。ちょっと伸びちゃんが。敵一体とか出てきた場合に。やられなくて済むんだけど。ん？ん？え、どういうこと？これは何？何これ？ちょっと待って。え、これは何？絵が貼ってあるだけってこと？何これ？のび太攻撃すんなよ、のび太。のび太攻撃すんなよ。よし、のび太攻撃すんなよ。よし。レベル上がんないか。やばいな。伸びた。やばいな。さっさと戻らんとやばいな。戻るってよりは進むか。やばいなこれ。
とこれもう一気に進みたい。あ、いや、これボスとか出てきたら嫌だな。逃げる。捕まる。マジか。逃げる。ちょっとこれ逃げ切れるかな。いやー、逃げる。よーし、どっちだどっちだ。逃げ逃げ。あそこだ、階段。よしよし、まだか、まだか。これ倒せるかな。げえ、ちょっと待って、なんか回復できるもんあるか。特用どら焼き。やばいって、やばいって。もう眠いとか眠く、あ、眠いとか眠くない。あ、ここに町がある。よしよ。あ、嘘だろ嘘だろ。いやー、マジかマジか。え、ちょっと待って、あぶねえ、あぶねえ。いや、いや、助かった助かった。あぶね、ギリギリだ。ここはウーの町です。ウーの町ね。私とあやとりをして勝てばいいものをあげるけど、やってみる？はい、あやとりなら僕に任せてよ。ほいほいのほい。うまいじゃないのび太くん。む、できるな。ふれふれのび太。だからのドラえもんの顔がもうバグってんだよな、顔が。ま、まずい。ああ、助けてよドラえもん。え、この地でどうやって手伝えるっての。どうだ、ウルトラスーパーのび太スペシャル。すごい、勝ったじゃない。人間何か一つ取り柄があるんだね。いや、あるもんだねって。いや、あの相手のこの顔が全く出ないっていうのは。よしよしよし、竜巻ストロー。何使うんだ竜巻ストロー。まあギリギリ届いたけど、まだ時間はちょっとあるか。しばらく前に狐に似た顔をした男の子が救助されたんだ。スネオか、スネオだよな多分。沈没船に残っていた、宝物は敵兵がみんな持って行っちゃったよ。キツネ目の男が、男の子がね、見つかったって話なんで。ここは小さな町なので敵兵たちからは放って置かれているみたいです。友達が面白いものを拾ったの。その子、あやとりがとーってもうまいのよ。あ、それももらいました。っていうか、あれ、のび太必ずいるから必ず1回でもらえちゃうじゃんね。この間エルに会ったよ。地上の男の子を追ってオーターの町へ行ったんだ。あ、スネ夫を助けに行ったってことか。ここをさらに北の方に登っていくとオーターの町に出ます、出ます。あれ、祈願城ってバギーと静香ちゃんのちょっと感動物語かんな感じだったんだっけ。スネ夫はなんか別にエルとそんなにこうなかったっけ。
まあまあいっか。爆弾、サンゴの冠、いやー今日はなんか終始眠いけど、やばいね、眠い日にあんま長くやっちゃダメだよやばい、ギリギリだ。こっから どう今日整えるかちょっと考えないといかん。よし、道具、ナバラの鎧、まあのび太に渡すか。装備のび太、最初酒缶が取って、その後ドラえもんかのび太か毎回こう振り分ければなんかちょっと面倒が減るかな。キツネ顔の男の子ならオーターの町のバディの墓へ行ったみたいよ。バディか、じゃあバディちゃんとしずかちゃんってこのゲームの中では絡めないんだ。あ、てかまあ墓だから絡みようがないんだけどあれしずかだったよね、バディちゃんバディちゃんってやってたの。最後突っ込むやつだよね。不思議だ、ポセイドンはどうやって生き返ったのだろう。うん、それ聞かれても開発者に聞いてください。あとここか。あ、もう一個あるか。売り物マヒナルホール、ドクキエール、ちょっとドクキエールいらないけど買っちゃったよ。むしろあっちだ、特用どら焼き。でも特用どら焼きって大して増えないやつだよ。なんで特用があるの。もう特用じゃなくてあのスーパーだけでいいよ売るのはなるほど、ちょっとこう今日はもうこれ以上進めようがないから経験値稼ぎだろうな。この周辺で経験値稼ぎをするしかないな、多分それ以上やりようがないな。あれ敵出てこないな。さっきのやつだ。え、こいつら強いのか。まあ いや、すぐ町に戻ればなんとか。よし、ここはちょっとガンガンここで残り時間でレベル上げして次回に備えよう。できるだけこうのび太のねレベルを近づける。2人いるよね多分。倒すためには、でものび太の活躍は今のところ見られないんだけど、まあいいや、これはこれで。もしかしたらちょっと分担を変えてみようか。こんな感じで、いや倒した。よし、これでなんかちょっと早く倒せるようになったような気がする。よし、いやまあ いやちょっと今日も多分これ以上探索のしようがないからレベルをどこまで上げられるか、あと6分ぐらいあるかっていうかこれよし、あ、それならちょっと行ってみようか。そのレベルの上がりだったらなんか他に行ってもいいような気がしてきた。いやていうか次の町に着くぐらい勢いがあるんだったらまあ
それはそれでいいんだけど、次の町がどこにあるかわかんない。よく考えたらこれでマップの作り的に北に行ったからって北に着くわけじゃないし、あーこういうまたあれか、もうダンジョン、あここになんかある、終始ダンジョンなのかこのゲーム、やばいな、このマップ、このマップやばいな、いややめとこう、なんか次に行くのもいいけど、あの次に行けなかった時に戻れない、戻れなくなる。これはダメだ、戻れなくなる。やっぱ街でドラミちゃんにね最後会うところで終わりにしないとちょっとあのいまいちだよな。この地上であとどこに行けるかちょっと調べとこう。あ、もう行き止まりか、こっちは。ふぅ、結構これは厳しいな。いや、魔界に比べると、あ、間違えて3人連打でやっちゃった。魔界の時と違ってさ、ちょっとこう、あ、のび太気絶してる。しまった、のび太気絶してるよ。こっちか、のび太さえやられなければ。やら、いきなりか、いきなりか、やばいな。よし、ドラえもんね。これがわかんないんだよな。これなんだっけ、なんかあるんだっけ、何にもないんだったら、え、何にもないんだっけ。なんでこういうさ、いやいや、のび太の攻撃禁止だからね。よし、次回もちょっとしばらく憂鬱な感じだな。まあどっから探索行くかっていうのは大体もう道が見えたからいいけど、いや、のび太のレベルもう一つぐらい上がってもいいんじゃない。よし、ちょうどいいね。いや、あ、あ、町に戻ろう。うわ、よし、
まあ、ステータス1回20、19、14。ああ、だいぶ近づいたな。うん。14だったら、まあ、まあいいんじゃないかな。で、ドラえもん、一回相談しとくか。まあ、そう言われるよな。で、ドラえもん、ドラミ。まあ、ここまでね、はい。ということでね、なんかいまいち進んでるか進んでないか、シナリオ的にはさっぱりっていうか、謎解き的には何にもないんだけど、まあとりあえず L を探す、でスネを探す、そんな感じですね。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さきかんでした。